それで一言お願いします。天のお父様、ありがとうございます。2018年の1年間、この年の歩み、この12月の第4聖日まで導いてくださり感謝します。神様の愛、神様の約束、神様の真実、あなたの言葉を変わることなく、あなたは変わることのないお方であることを心から感謝いたします。祈られましたように、今日も我らのうちに住み、信仰者のうちに住み、これを神殿としておってくださることを感謝します。どうぞこの時を豊かに祝福してください。また全世界、またどうぞ国内地域で持たれておりますそれぞれの働きをも豊かに祝福してください。感謝をします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日私は30分で終わりますから、10時半でね。この、それでは先ほど司会で開いてくださった新約聖書のルカの福音書、マタイ伝、マルコ伝、マタイによる福音書、マルコによる福音書、3つ目がルカによる福音書です。ルカという人は、はい、聖ルカ病院、ね、日本でもその名前が有名になっています、はい、日野原教授がその委員長で、一昨年ですか、召されましたけど、聖ロカじゃなくて聖ルカ病院、ルカの福音書の2章、今日は1節から7節まで、その場所からお話しさせていただきます。